じゃあすみません、幹事社の共同通信です。本日はお忙しいところありがとうございます。まずは伊藤さんに判決の感想ですとか、思いについて最初にお聞かせいただけないでしょうか。はい。私たちがこの訴訟を始めたのが2017年の秋でした。2年間と少しを経て今日この日にその結果を伺うことができました。まだ実はどうこの結果を受け止めていいのかというか、ちょっと感情的にどういうふうに受け止めていいのかわからない状況でして、ただ大きく言えるのは、やはり今回のこの民事訴訟というのは、もちろんこの結果は素晴らしい結果になったと思います。やはり刑事事件ではわからなかったことであったりだとか、今まで公にできなかったことを皆さんに見ていただけたのかなと思っております。そのプロセスがこの民事訴訟をやる中で一番大きな、大きく得られたものなのではないかなと思っております。初めてこの場で2017年の5月の末に、会見をさせていただいたときは、本当にその後どうなるのか、自分の私生活を含めどうなるのかわからないまま、性暴力被害者が取り巻かれている社会的また法的、状況を改善したいという思いで会見をしました。その時の私の印象では、やはりあまり今までこういった被害者が声を上げるということがなかったと思うので、日本のメディアの皆さんにはすごく異色に映ったんだなという報道を見ていて思いました。なのでその時本当に自分の訴えたかった法的社会的状況というところがどこまで届いたんだろうと思うところもありましたが、この2年間、会見をしてからですね、2017年に 6ヶ月後には世界的に MeToo という運動も起こり、本当にこの2年間いろいろなことが変わったなと、報道のされ方も大きく変わったなと思っています。それは皆様のおかげだと思っています。なので今回の、結果を踏まえ、やはり刑事事件ではできなかったことで、刑事事件ではオープンにそのどういったことが、精査されて結果が出たのかわからないことだらけだったんですけれども、今回は、そのあたりが細かくしっかりと、裁判官の方々からお答えいただけたので、そこは私にとってはとても有意義なものでした。この内容については先生方からも先にお話しさせていただければなと思うんですけれども、はい、とにかくここまで来れたのは本当に近くで、支えてくださった友人だったり家族、また海を越えて心や声を寄せてくれた多くの方々がいたからだと思います。その方々に本当にお礼が言いたいです。ありがとうございました。あとは各社さん自由に質問してください。じゃあフリーランスの江川ですけれども、弁護士さんにまず伺いたいのは、今回の結果が得られた、いろんな証拠を出されたと思うんですけれども、特にポイントになったのはどういうところかというところと、それから、それが今回の裁判がこういう性被害のですね問題について与えた影響をどういうふうに考えるか、それを受けて伊藤さんにもその問題についてどういうふうに今思ってらっしゃるのかということを。言ってみればポイントを、すいません、マイクにもうちょっと聞こえない。ポイントということですと、少々一つは一番大きかったのは、しおりさん原告の供述が、の信用性というのが非常に評価されたと
予定だと思います。そこを裏付けるものとしてはホテルの防犯カメラの映像もありましたけれども、その他にその、被害後のしおりさんの行動、早朝にシャワーを浴びずに出て行っただとか、ピルをアフターピルを処方してもらうために、医者に行っただとか、友人や友達に相談をしただとか、そういったこと、その被害後の状況も裁判所としては非常にそれは至極真っ当な被害者としてはあるべき行動だったんだというふうに評価されたことが、その被害者、原告の信用性を裏付けてもらえた理由かな、これは大きかったかなというふうに思います。事件後のことについて丁寧にやってましたね。そうですね、はい。その被害者として当然の行動を裁判所としては当然のように、評価してくれたというところが大きかったかなというふうに思います。でこの裁判の影響、そうですね、影響としては裁判判決にも書かれてますけれども、このようにしおりさんが、公にしたということが広く社会で、そうですね、判決書に書かれてたのが自らが体験した本件行為およびその後の経緯を明らかにし、広く社会で議論をすることが性犯罪の被害者を取り巻く法的または社会的状況の改善につながるとして公表したことが公共の利益に図る事実であって公益を図る目的であるというふうに認定を受けた。このことは性被害者にとって非常に勇気づける事実になるんじゃないかなと、私はやっと一歩出ることができたかなというふうに感じています。これを受けて、はい、そうですね、今西野先生が読んでいただいた部分なんですけれども、やはりその相手方からの反訴の内容はやはり私が公でこの話をしているというところがかなりにポイントがあったと思います。でそれに対しての謝罪広告も請求されていました。ただ日本の法律ではそれが話していることがいくら真実であっても罰せられることがあるので、私もこれがどういった結果になるのか、緊張しながら見ていたことの一つです。でそういった中でやはり読んでいただいたようにこうや書いたことが広く社会で議論をすることが性犯罪被害者を取り巻く法的または社会的状況の改善につながるとして、公益を図る目的で表現されたものとしていただいたことは、やはり私がブラックボックス、著書のブラックボックスで書いたことの気持ちでもありましたし、と同時にやはり自分でしか書けなかったいろんなメディアがあった中、自分で発信するという道しかなかったっていうところでのいろんな思いで渡った橋だったんですけれども、そういったところでこういった評価を得られたことは大変書き手としても大変勇気づけられることでした。今回 の、 その民事の弁護士の先生にお伺いしたいんですけども、民事の判決と、民事 の、 判決、公判中の証言が出てきたことについて、刑事は不起訴だったわけですけども、今からその刑事が不起訴だったという判断について思われるところとか、刑事 の、 判断の高さみたいなところについて思うことがあればお聞かせください。不起訴だったことについては、当時の判断としては、今振り返るとこういうふうにその原告被告の供述が出ているので、裁判所はこのように判断してくださったということ を、 その当時の判断としてせよというのはちょっと難しかったのかなというふうには、感じてはいます。ただやっぱり加害者被害者の証言を公の場で話して、じゃあどちらが正しいことを言ってるんですかということができたということがこの裁判においては非常に意義があるかなと思いますし、
それを踏まえた上でちょっと当時、不起訴になったことを評価することはちょっとなかなか難しいかなというふうに思います。私個人的な意見なんですけれども、やはり来年刑法改正の見直しがされるチャンスがある中で、私も今回の結果を見てですね、じゃあこれが本当に不同意性交は、レイプだという定義付けが他の国がしているようにですね、あったらどうなったんだろう、やっぱりそれを当てはめてみると、もちろんそれはもしもの話になってしまうんですけれども、このケースでもあってもすごくいろんな意味でハードルが低くなったのではないかなと思います。そういった面でやはり刑法改正見直しはしっかりやっていただきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。すみません、関連して共同通信の事例ですけど、今のお天気で刑法改正についてまさに同意性交を処理するべきという意見が出ているところもありますけれども、そういった考えには、ご支持されるというか、そういう方向で一緒にというお考えでしょうか。はい、そうですね。はい、弁護士ドットコムの出口です。代理人の先生に慰謝料300万円の評価を伺いたいんですが、認定された社長です。現在の、裁判所の判断としては、相当な金額なのかなというふうには思っています。ただ性被害者を案件をさせていただいている身としては、被害者の攻撃ってもちろん金額にすることはできませんけれども、もっともっと評価されるべきなんじゃないかなというふうに個人的には感じています。まず判決を聞いた瞬間の思いというのをもう一度お話ししていただきたいのと、それから公表、翔さんの場合は本を出したり会場をやることでかなり勇気を持って、自分自身の被害を告発するという流れを見たんですけども、公表することによって、裁判上不利益になるんじゃないかという懸念もおそらくその裁判の途中はあったと思うんですね。で、今結果としてこうなったことで、やはりその、身に起こったことを裁判の結果が出る前に伝えていくということの意義を、弁護士の先生、翔さん双方がどう考えるか。それもう一点、すみません、山口さんのだいぶその変遷があったというところで合理性がないということでかなり判決出てますけど、この点改めてどういうふうに認識されたか。2点目は先生ごとにお答えしていただければなと思うんですけれども、1点目ですね、本当に昨日眠る時になっても実際にどういう気持ちでいればいいのか分からなくて、でもうこれで法廷に座ることも 4度目ですかね、だったんですけれども、今回は特に緊張もせず、というのはもう聞くだけしかないので何もできない。でも今回2分間のカメラが入って、録画をするという時間があり、その時は誰も何も言わずに沈黙する時間がありました。でその時に私はどこに目をやっているのか分からず、最初はやはり顔を上げるのも怖かったんですね、相手を見るのも。ただ相手を見つめてみて、この彼は一体この2年間どういうふうに感じて、どういうふうにここに座ってるんだろうということを考えて、その2分間って結構長い2分間にそれをいろいろ考えたら、今日両親が後ろの方に座っているのも見えたので、彼らにとってはどういった時間なんだろうって想像すると、その2分間の間にいろんなことを考えました。で判決をいただいても、正直なところ勝訴を勝ったっていう結果をいただいても、嬉しい喜びというよりかは、ただただその結果を聞くだけで、でやはりもちろんこの結果は何でしょう、
いろんな意味で最後の法的処置だと思ってトライしていた部分もありますし、きちんと答えを出していただけたことには本当に感謝しているんですけれども、私個人的な意見では、だからといってこれまで受けてきた傷が癒えるというわけではないです。だからこれが終わりでもないですし、ただ今後こういったいい結果が出て、それを踏まえてどん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 今後どうやったら改善していくのかなっていう、そこの種にはできることがすることができたと思うので、そこは本当に嬉しい限りです。ただこれが終わりではないと思っています。はい、2つ目の被告の供述編成についてのところです。編成と、それから公表、裁判の途中で伝えていくということの、リスクも考えたと思うんですけど、そのあたり今回結果としては、公的利益に資するという判断が出ました。こうなるかどうかはなかなか先生たちも最後判決するまで見えなかったと思うんですけど、こうやって裁判の途中経過で伝えていくということの、今回良かった点と、それからやはりリスクだと思ったような点とあったのか、その点です。しおりさんが言ってることって本当に何も変わってないんです、最初から最後まで。で、そういう意味では本当に裁判の、裁判所であっても裁判の外であっても彼女が喋ることに何も変わりはないですし、真実を喋っているというふうに私は考えてましたので、そこにリスクだとかそういうことは感じてはいませんでした。その揺るがないものがを感じていたので、そこにリスクだとかっていうことを考えていなかったですね。そうで、そこに ためらいとかっていうのは私としてはなかった。僕の編成に関しては本当に編成されていたので、それが正しくその通りにこう評価されたっていうことは、すごく裁判所が評価されたことがすごく評価できるなというふうに思います。日刊スポーツ村上です。今しおりさんのから終わりでないって言葉があったんですけれども、僕山口にですね、会見開いて控訴するという趣旨の発言等々なされて、その今後のことを踏まえてどうでしょうか。そうですね、控訴されるということでこのケースが終わりでないということと、私個人的な気持ちとしてこれをゴールに今までお話ししていたわけではないので、このプロセスを経て知れた情報だったり、その過程を踏まえて今後できることがたくさんあると思うので、そうですね、なので今後もうこれからがまたこれが一つのピリオドであるけれども、また新しくスタートするものもあるので、はい。で、日本国でニュースでの山本です。まだまだ日本では性被害で声を上げられない方多くいらっしゃると思います。しおりさん自身はこれから日本でもっと性被害の声を上げやすくするためには何が必要だと考えていますか。そうですね、よく海外のメディアの方から、なぜ日本では MeToo がそこまでムーブメント化しなかったのかっていうように聞かれるんですけれども、私は思った以上に声は上がっていたと思うんですよね。ただそこをどうすくい上げていいか、どう守りながらすくい上げていいのかっていういろんな課題があったと思います。でそこで私たちはMeToo ではなく WeToo という言葉にしたらどうだろうということを有志で立ち上げました。というのはやはりサバイバー、被害者が自分 の被害を明かすのにはすごく私も体験したようにリスクがあります。そうするのではなく、もちろんその声が出たらその声を守る、でもそうではなく誰もが被害者にならない、加害者にならない、そして傍観者にならない、本当にこのことをみんなで考えていかなければいけない。
で私はやっぱりこの性犯罪というケースは密室で行われることもあって、その前その前後の傍観者っていうところが必ずどこかの生活で行われるわけなのでいるんですよね。ただその人たちがどういうふうに協力してくださるかっていうところがすごく大きいと思うので、私は本当に社会全体でそういったところをきちんと自分ごととして自分でもアクションが取れるようにしてほしいのなと思っているのが一つと、やはりネット上ではまだまだ私に対してもやっぱり他のサバイバーの方に対してもすごく冷たい声が溢れています。そういったものに対してやはり同じ体験をされてどうしようと思ってネットに行って答えを探そうとすると、そういったネガティブなマイナスな声に触れてしまう、そうするとやはりなかなか助けてと言えなくなってしまう。そう思うとですね、やはりそういったネットの世界でもそういった冷たい声だったりをいかにセカンドレイプ的な発言を、と向き合うか、それに負けないくらいもっとサポートの声を増やしていくかっていうことが今後できたらなと思っています。ご自身でもそういうことをしていくか。そうですね、私は2年前に会見した時もそうだったんですけれども、やはり被害者であってもただ一人間なので、普通に生活があって普通に顔があって普通に名前がある、でこれからも生活が続いていく、そういった当たり前のことをやっぱり話したかったので、そういった意味で自分のできる範囲でこれからも話し続けたいですし、やはりメディアの一員としてドキュメンタリーであったり記事であったりいろいろな今声を届けていただくいてるので、そういった声を一つ一つできる限り届けていけたらなと思っています。毎日新聞の記者です。伊藤さんは取材とかですね、では個人的にもいろんな性暴力被害のサバイバーの方とお会いして取材もされていてですね、韓国の戦時性暴力の被害者の方とも交流をされたというふうに聞いてるんですけれども、そういう当事者の方々と出会って話をする中で自分の中で変わってきた思いとか新しく発見したようなこととかがあればお伺いしたいんですけれども。はい、いろんなサバイバーの方にお会いして、私自身も自分のトラウマだったり PTSD にどう向き合っていけばいいのかわからないことがあったり、またやっぱりそういったお話を伺うことで同じように苦しくなる状況がやはりありました。ただそういったところをやはり実際にお会いして私だけじゃないと感じるところと、やはりこの性暴力というのは何でしょう、時間が経って傷が癒えるというものではやっぱりないんですよね。本当にそれと生きていかなければいけない。でもちろん常に泣いてるわけでもないし、元気な時もたくさんあるし、普通の生活もできるようになるけれども、でもふとした瞬間にやはりそれが戻ってきてしまうということがあるんですよね。でそういったところをやはり周りの人に理解していただいて行きたいなと私も生活をしていて思います。でやっぱりそれが今までそういった性暴力を受けてきた先輩の言葉でもあったの でそういった意味では私も自分のトラウマにどう向き合うのかというところでいろいろと教えていただいたことがありました。でまたこれはシエラレオネのケースだったんですが、やっぱりそういう方を報道すること、海外から報道することによって、まあ、国内でいい動きがあるっていうような体験もしたので、やはりメディアができることって大きいなと実感しています。今日彼を前にして2分間の間いろいろ考えたんです。どういった
気持ちなんだろうと、先ほどの集会の内容を全て聞いているわけではないですけれども、やっぱり求めるのはこういったことをもっとオープンに議論できる場所なので、本当に願うのは彼自身もやはりいろいろと自分に向き合っていただいて、今後こういったことが起きないように、どんな構造的な問題があるのか、どういった状況でそうなったのかというところまで一緒に向き合ってくれたら嬉しいなと思います。でやっぱりこういった性暴力、セクハラは本当にそういうパワー関係がアンバランスなところで起きると思うので、最近では就活のセクハラについても取り上げられていますけれども、そういったところでいかに パワーが関わっているのかというところにも向き合っていただいて、一緒に解決できるようになったら嬉しいなと思っています。ロイター通信の竹中です。一つ大きな山を越えられたこの日、改めてになるかもしれませんが、被害、性暴力の被害に遭われた方にどういったメッセージを送りたいのか、そして、性被害で暴力を振るう側、加害者側にいる人たちに、どんなメッセージを伝えたいのか、そして社会一般の人に、どういったメッセージを伝えたいのか、なぜお願いできますでしょうか。はい、被害を受けられたサバイバーの方々には、私が体験してずっと自分に言い聞かせている言葉なんですけれども、自分の真実を信じてほしい。 Believe in your truth, Believe in my truth。 それはずっとやっぱりどんなことがあって周りで、あそこに行かなければよかったんじゃないかだったりとか、そんな悪くなかったでしょうだったりだとか、自分の中でもそれを自分自身に言ってしまったり、でもその本当の傷、何を受けたかっていうのを自分自身が一番よく分かっているので、そこを信じてほしい。でどんなことが周りにあってもそれはその人の真実であるからですね。で今回も私もいろんなことがありましたけど、そこを突き通して貫いて、ずっとお話しさせていただいた結果今日だと思っているので、簡単なことではないです。でもそれがまず自分の中でそう言ってあげられること、そしてアクションはいつでも起こせるから、まずは生き延びること、本当に私は周りに支えてくれる友人がいたので、なんとか生き延びられました。ただ尋問の前も本当に自分の命を失うような体験も実はしました。それくらい大変なことです。なのでまずは生き延びること、それは話すことでもなくてもいいと思います。生活をそのまま続けることかもしれないし、今日このメッセージを聞いていてくれたら、今日まで生き延びてくれて本当にありがとうということを伝えたいです。で元気になったら一緒に何か歩みが取れればなと思っています。で2つ目の質問、加害者側の人、私も自分自身が被害者になるまで分かっていなかったことなんですけれども、いろんなフラッシュバックが日常にあるんですよね。で去年アメリカのアリゾナでハイキングをしていた時にフラッシュバックが起こったんです。でそこは何にもフラッシュバックの要素がない、トリガーになるものがない場所でそうなった時にものすごくショックだったんですね。こんなところにまで来るんだと。で本当に言い方なんでしょう、私にとってはその一晩の出来事でした。でもそれでも今4年近く苦しまされています。でそのことを考えた時に想像したのが、人間の体っていうのは家に例えるとしたら、性の部分は土台だと思うんです。で皆さんその性があります。でその土台の部分を傷つけられてしまうと、家自身が動いてしまうということは、一緒に住んでる家族も周りにいるコミュニティにも影響してしまう。でそれを修復するのって本当に時間がかかるんです。で
自分が住み慣れていた家、体が自分のものに思えなくなってしまったり、今までできていた生活ができなくなってしまったり、だからこそ昨年のノーベル平和賞ではそういった戦時下にレイプを武器として使っていることが起きている、そういったことを止めようとしている方々に光が当てられたと思います。それはやはりそういった性暴力が起こると、その人だけじゃなくてその次の世代、そのコミュニティまで傷つくことなんですよね。だからそういったことをもっと重く考えて、その行動がどれくらいその人、その人の家族、その人のコミュニティ、もしくは次の世代まで、影響があるのか、そういったことをやはり知っていただきたいですし、それは私の伝えられる仕事なのだと感じているので、これから自分のできる限りでそういったことを感じていただけるようなドキュメンタリーであったり記事で、発表していけたらなと思っております。はい、お父様お母様は今日見られてまして、結構だけお話聞かせていただきました。実は週刊誌でお話をしたり告発の前にかなりお父さんたちも反対されて、お前が傷つくだけじゃないかと。だけどやはり非常にお母様に対して正義感の強い子だから動くことがなかったと。家族にものすごく反対される中で本当に頑張ってきたんだなって、ちょっとご家族の話聞いてたけど涙が出てきてしまったんですけども、今日何か判決後にお父様お母様とやり取りとかメール電話を受けてしたか、今一番ね、そばにいながら同じように苦しみを共有しながらも娘のことが一番ですし、今日お父様は少し休んでほしいというお話もされてたんですけど、どういう会話をされたか、また今ご家族に思うこと、そしてもう一件、中村至さんのですね、やはり当初の警視庁警視庁の逮捕の執行取り消しがなければ、おそらくこのような会見はなかったんじゃないかなと思います。でそういう意味でも政治への忖度か分かりませんけれども、当時の高輪署での逮捕令状が出なかったということに含めて、警察にもしくは中村さんのことに対して今思うことというのを、お聞かせください。はい、判決後は家族と会う機会がなかったので、法廷にいるなというのは確認したんですけど、なのでその後言葉は交わしていなかったので、メッセージをいただいてありがとうございます。で本当に家族には本当に想像できないくらいの心配と、負担をかけてしまったので、もし今日他にもお話を伺った方がいたら、彼らが話していいということでお話ししたと思うんですけど、できるだけできるだけじゃない、ごめんなさい、写真と名前は伏せていただけたらなと。やっぱりね、私はこれを信じてやっているんですけど、その負担が家族にかかるっていうのは避けたいので。ただそういった中で本当にいろんな MeToo が始まったりだとか、世論が変わっていく中で、彼らもすごく温かく、今まではもう心配かける娘だっていう感じだったんですけど、最近は本当に応援してくれているので、そういったことはやはりこういった温かい皆様のサポートと世論が変わったから、そう彼らも感じたんだなと思っているので、本当にそれは嬉しいことですね。で逮捕状に関しては繰り返しになってしまうんですけど、やはりどうして執行されなかったのか、やはり中村至氏が、そういった、指示をしたということで、彼にお手紙も書きましたし、何度も質問に行きましたけれども、お答えしていただけませんでした。今回のやはり結果を踏まえても、これが本当にあの時逮捕されていたら、もっと出ていた証拠もあると思いますし、そこは本当に悔やんでもしょうがないですけれども、もし止める理由があったのであれば、それが、異例だったので、きちんと説明をしてほしいと今でも思っています。やはりそこに説明がないと、今後も同じようなことがトップの人の一言で起こってしまう、
私の場合はこれは純豪華のケースでしたけど、もっと、深刻なケースでこうのことが起きてしまう恐れもあると思います。それをすごくメディアの皆様にも重く受け止めていただいて、追及することをやめないでいただきたいです。時間の量はあと1、2問ぐらいでさせていただきます。こちらハフポストの坪池です。伊藤さんが問われたことっていうのは力関係が存在する空間におけるとおっしゃっているんですけれども、私たちそのここにいるジャーナリストとしてその力関係が生じる空間というのはとても身に覚えにあるものだと思っていて、先ほど被害者の方に送りたい言葉というのがあると思いますが、その伊藤さんがおっしゃった空間に一番近いそのバイスタンダー、その傍観者、その一番見ている人たちに送りたい言葉というのは、私自身のケースもやはり痛みで目が覚めるまで記憶がないので、そのホテルに入る時だったりその前後を見てる第三者の証言がやはりすごく大きなものだったんですよね。で、彼らの証言がなければすごくさらにハードルが高くなっていたと思います。で、それは私のケースだけでなく他のケースにおいても密室で行われることがほとんどなので、本当にその第三者の証言というのは大きなものだと思います。で、これは控訴が、行われるのでその時に提出する予定の、ものなんですけれども、実は決心があった時にですね、一人の証言者が新しい証言者が現れたんです。で、彼は、警察から調書まで取られていて、彼の調書を見たらこれでいけると警察捜査員から言われていたのにもかかわらず、それから何も連絡がなく、で、周りからも、そういったことがあり、裁判になったら裁判所から呼ばれるんじゃないかと思っていたと。ただ決死になるっていうニュースを聞いて、自分の調書が隠されてしまったのではないかと思い、おっしゃって支援団体の方に連絡をくださったんですね。で、その方が私たちを見た最後の人だったんです。最後に、証言としてはなので本当に大きな証言で、ただ残念なことに決心には間に合わず、控訴審で、使えればなと思っているんですけれども、それを彼がそのことを言おうと思ったことにでもすごく大変なことだったと思うんです。いろんなリスクがあるでしょうし、でもその私の覚えてないことをやはり証言してくれる人の存在というのは本当に大きなもので、なので先ほどお話した We Too、 本当にそれを体現してくださったことに感謝していますし、やっぱり そのような行動を起こしてくれる人をどんどん、当たり前にしていきたいですね。で、正直怖いのがそのことになってその人まで不必要な状況に置かれてしまうんじゃないか、大変な状況に置かれてしまうんじゃないかというのをすごく懸念しているんですけれども、それは本当にそういった人たちの声がないと解決できないケースもたくさんあると思うので、私のケースだけじゃなく他のケースでも何かがおかしいなと思ったことがあったらぜひ声を上げていただければと思っています。ありがとうございます。判決にちょっと戻るんですけれども、弁護士さんにお伺いしたいのは、この判決の中で例えば同意のない性交渉された人がですね、にわかに事実を受け入れられずに通常の日常生活と同じような行動する振る舞いをすることもよくあることだっていうこととかですね、だから結構その性被害のことについて非常に理解をした感じがするんですけれども、先生方今までいくつかの事件おやりになってきたと思うんですけれども、もちろん裁判体ごとによって違いはあると思うんですが、何かその裁判所の姿勢に変化っていうのを感じますか？どうですか？裁判体ごとに本当におっしゃっていただいた通り裁判体ごとに違うとは思うんですね。ただやはりこの伊藤さんの
判決だけでなくて他の判決でもかなりあの裁判官が寄り添ってくださって、あの被害者の方の心情だあのに寄り添ってくださった判決を出してくださったのは私自身は経験がございます。だから本当にでも本当にこの裁判官と皆様には本当に感謝ですね。きちっと理解してくださったというところは感謝しております。私も同じような感じなんですけど、あの前回 の、 あの法改正の時に裁判所にも性教育をということであの実施されているとは聞いているんですが、あの、そこもあの普及しているのかなというふうにはあの前向きに捉えていると思います。やっぱりその大きな流れでの変化みたいなのはちょっと感じるところはある。そうですね、はい、あの今回証拠としてもあの性被害者の方のこうアンケートをまとめた冊子を提出しているんですけれども、あのそういったデータにもこう裏付けられて、うん、こう裁判所の方もあのどんどんこう何ですか現実をあの評価してくださっているんだろうというふうに思います。内容した時間も経過してますのでよろしいですか。じゃあすいません、これで意見終了させていただきます。お忙しいところありがとうございました。すいません、新庄ポストのお貸しをしますので一つだけ先生、今回 の、 あの、判決をもって刑事裁判 の、 あのもう一回やり直すですとか、その今回の明らかに認められた証拠などが刑事裁判への影響というあの新たに可能性を教えていただきます。もうできないな。警察審査会の申し立ての方は、はい、あのもうできないというふうに思ってますので、うん、今回の判決を踏まえて刑事裁判に何かということはないと、うん、はい、完全に了解、はい、はい、ありがとうございます。今先ほど翔さんが言った控訴審で新たに出したいというお話は、うん、ちょっとできるどのような方がどのような話をしたか、もし差し支えなければちょっとお聞きしたかったら。ホテルのドアマンの方でした、はい、でなそうですね、はい、でもうすでに実はあの弁論再開の時に、まあ、あの書類を裁判所にも提出しているので相手方にも分かっている、まあ、ものになるんですけど、内容としては、見たことをこう述べてくださっていて、それはあの、うん、裁判所の記録には綴られているかと思いますので、今回の判決はじゃ反映されはないです、ね、はい、連携状態を伝えてくれている、うん、そうです、はい、はい、すみません、それはあのいわゆる刑事 の、 あの検診の時とかには出されておくことはなかった、出してない、はい、そういった調書が、まあ、どういった内容なのかっていうのも私も聞くまで知らなかったっていう存在でした、はい、あのなぜその、警察の調書の中でそれがその証言として使われてなかったかというあたりはわからない、あ、警察が調書はあの取ってるんだと思うんです、ね、私は面にしてないのでわからないんですが、ただそれが民事で、利用されているということはないんです。刑事の審査会の中でそれは使われてたんですか。あ、そこはもうブラックボックス、要はあのあれですね、不起訴になった時に西浦弁護士の方がいろいろと刑事記録の投射をしたんです。その中には含まれてなかったので、はい、私たちのはわからないんですね、はい、すいません、ちょっとあの最後に簡単な質問なんですけど、あのまあ、伊藤さんのケースはですね、まあ、刑事裁判が、東京新聞の佐藤です、ありがとうございます、あの刑事裁判に結局至らないままですね、もうあの不起訴になってそれで民事に移行されたということで、まあ、結果これを、まあ、あの不同意性交が、まあ、これあの、まあ、違法性あるということでそれで、まあ、認められているんだと思いますけど、あのやっぱり刑事裁判の方がこう機能しないと言ったら言い過ぎかもしれないけれども、そのなかなか性暴力の被害に遭ってもですね、門前払いになっていく人たちがやっぱり今もいっぱいいるという、この状況を、あ、まあ、あの弁護士の先生、まあ、伊藤先生、まあ、お一言ずつちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。やっぱりあの、
まあ、私はごめんなさい、法律の専門家でもないので、ただやはり先ほども申し上げたように、本当に不同意性交イコールレイプっていうことが法律の中にあれば、すごくハードルがもっと低いものになっていたと思いますし、で今回その、判決の内容を見ていても、その不同意だったということが書いてあるので、私は、はい、なので、まあ、先生方の方がこうきちんとお答えしていただけると思うんですけど、やっぱり日本の今の刑法、まあ、当時の刑法は私の時は改正前だったので、難しかったっていうことは言えるんじゃないかなと思います。ただ改正された後にも変わっていない点は、なので不同意についてははい、なので次の法改正の見直しには盛り込んでほしいと思っているところですね。不起訴、起訴されないケースが多いことについて、はい、そうですね、本当今回も証拠がすごくたくさんあるわけではないと私は思っています。でその中でやっぱりちゃんとこう審理がなされると真実がこう浮き彫りになるという裁判だったなというふうに思いますので、証拠が少ないからっていうことで門前払いをしてほしくないなと。証拠をまずは被害者の話を聞き、ある証拠を持って、どんどんこう捜査をしっかりしていってほしいなというふうに思います。今回の訴訟においてもやはり現場で立ち会ってくださっていた捜査員の方たちっていうのはやっぱり事件を肌で感じているんだなっていうのは感じましたので、そのようにやるべきことを捜査していっていただければつながっていくんじゃないかなというふうに思います。ということは問題は検察官だということでしょうか？そういうことではないと思うんですよね。検事も意図的に起訴しなかったわけではないというふうには私は思ってますので、そういう話ではないと思いますけれども、あとはやっぱり法律の壁っていうのはやどうしても要件が満たさないとか、そういうところはあると思います。私はここは個人的な意見があって、やはり門前払いをされた時に、いやいやこういったことはよくある話で捜査できないと、すごくショックだったんで捜査員に言われて、でその後、防犯カメラが見つかったり他の証拠が出てきても、やはり事件化はできないっていう、すごく消極的だったんですよね。でそこでなんでですかっていうことをやっぱり聞いていたら、それは検察官との板挟みに今なっていて、検察官からはこういったケースはもう起訴できないからやらないでほしいと言われていると本音を聞いたことがあって、でやはり先ほど申し上げていたくださったように、本当に捜査員の方々は現場でそういったことを肌で感じているけれども、やっぱり検察官のこと方はそうでなくて、本当にそれを数でしかきっと見ていない、でそういったところで振り落とされてしまう、そういったところで警察官からやるなと言われてプレッシャーをかけられてできないんですと言っていた捜査員の言葉がすごく忘れられないので、自分も苦しいと、被害者と検察官の間に挟まれて、ね、それっていうのはやはり今日本の検察官、検察の中での、有罪率のにつながる、まあ、いろんな問題だと思うので、そういったところも絡んでくるのではないかなと私は個人的に思っています。じゃあすいません、どうもありがとうございました。